皆さんこんばんは、大橋ロコです。マネックス証券雇用統計ライブセミナーにご参加ありがとうございます。今夜もチーフ FX コンサルタント吉田久志さんと一緒にお届けしてまいります。吉田さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。10月6日金曜日ということで、今夜も雇用統計注目なんですが、ドル円相場150円にタッチした時に、ね、急にドスンと下がったのは介入だったんですか？介入じゃないと思いますけどね。違う、はい、なんか見方がなんかいろいろ錯綜しててあれは介入だっていう人もいるんですけど、いろんなところで喋っているので、はい、もう聞いていただいた方もいらっしゃるのかもしれませんけども、去年って介入って3回やったじゃないですか、はい、9月22日と10月21日と10月24日なんですけれども、はい、この時ってみんなやっぱり5円前後下がるんですよ。そうですね、さすがにね、9月22日が2兆円の介入やってるし、10月21日5兆円だし、はい、で一番少ない10月24日でも7000億円なので、はい、そんだけでなんかドカーンとドル入るとですね、やっぱり5円ぐらいはみんな5円前後下がってるんですね、うん、はい、で今回ってご存知の通り150円乗っけたところから147円の、まあ、半ばぐらいまで、はい、まあ、2円50、60銭ぐらいの下落じゃないですか、はい、だから、まあ、プライスパターンからすると介入があった時のプライスパターンではないですよね。あ、やっぱり違うんですね。中途半端だなと思いました。もう一つ介入ってその推計方法がいくつかあって、はいはい、ご存知かもしれませんけれども、一番早く推計できる方法として日銀の、はい、資金統計を元にして、はい、資金の その需給見通しみたいなやつを日銀、ま、毎日発表してるわけですけれども、はい、そんな5兆円のね円売り介入とかやったらですね、うん、当然その資金ブレが出てくるわけですよ。なんか減ってるぞっていう分かるってことですか？そうそうそう、そう、うん、ですから、で実際かなり確からしくって、はい、そういう5兆円とか2兆円ぐらいのね巨額の介入やるとかなりこの推計も確からしくって、去年の10月21日はさっきお話ししたみたいに5兆円の介入やつあるんですけれども、この資金日銀の資金統計のところから5兆円ぐらいの介入やったねってもう、うん、予想されてたんですよ。そう、去年の場合はもう分かってたんですね、発表がある前に、ね、でこれってまあ基本的には2営業日後にだいたい推計できるという方法なんですけれども、はい、で今回って今週の火曜日ぐらい、そうですね、火曜日でしたよね、ジョルトンが発表されたそうそうそう、ね、はい、その後に150円つけてってやつでしたでしょ。ですから木曜日のところで推計できるんですけれども、はい、大したらそのズレがなかったんですよ、うん、だからやってもそれこそ5兆円だとかね7000億円だとかっていう巨額ではとてもなくって、はい、少額をやったのかもしれないけれども、まあ最近の介入の傾向からするとですね、少額介入なんてやんないので、うん、やるんだったら集中的にドカーンとやるので、だったらやっぱりやってないんだろうねと。なるほど、まあ、そんな感じじゃないですかね。はい、じゃあいつやるんだろうというのも気にはなりますけれども、このドル円相場150円タッチしたというようなところもありますので、このレベルってドル円相場にとってどういう水準なのかということを含めて今日も、はい、まあ、最初から結論言いますけど、僕はもうずっと考え方変わらなくて、うん、いつ終わっても全然おかしくなくて、このトレンドが円安は、はい、いつ終わっても全然おかしくなくて、はい、もうきっかけ待ちっていう状況で、はい、きっかけはなかなかないままに150円つけちゃったねっていうことだと思いますけども、うん、きっかけがあったらもういつ終わっても全然おかしくないし、ひっくり返る、うん、気づけなきゃなんないのは、はい、大橋さんもよくご存じの通り、去年って結果的に10月21日の151円が高値になりました、終わりだったわけですけれども、そこから間もなくもう 2,3 週間したらですね、10円20円ってすごく円高になるわけですよ、はいはい、円安終わったなと思ったら今度あっという間にあわわわっていう感じの円高になるわけですよ ね、はい、でですね、ワンサイドの円安がワンサイドで展開した円安が大幅に展開した円安が終わった後って得てしてそうなること多いんですね。すごく円高に、はい、一転してすごく円高になるって理屈きっとこれなんだろうなと思ってるのは、もうドル買い一辺倒できた相場が止まって、はい、
でですね、はい、それが例えばですけれどもドル円で言ったら5円とか下がるとですね、はい、逃げ遅れる人が必ず出てくるわけです。出ますね。あーやばいって言って、うん、損失抱えちゃう人。そうそう。でそれまでねずっとドル買いがワークしてたもんだからちょっと下がったぐらいでは全然別にね損切りとかしないで押し目だなんて買っちゃったりして、そう買っちゃったりとかして、はい、で結局高いところでそのドル買いでしこっちゃったりとかするわけですよ。はい。だから円安が急に円高に転換してそれも急に5円ぐらいボーンと下がるとですね必ず逃げ遅れる人が、その最たる例が僕よく得意なネタで話しますけども、はい、1998年のケースですよ私がドル買いしてた時、まあ、大橋さんのせいじゃないですけど大橋さんが、ね、逃げ遅れたって話をするつもり全くないですけれども、はい、あれはね結局1998年って8月の147円までものすごいドル高が進むわけですよ、はい、で8月に147円で一応結果的に見ると円安が終わってるわけですけれども、それが10月に入って、うん、まだだから1ヶ月半ぐらいしか経ってないところで1ヶ月ちょっとかなしか経ってないところで急にね140円割るぐらいまでドーンと下がるわけですよ、はいはい、そこで大手のヘッジファンドがドル買いで逃げ遅れるわけですよ、はい、で大手のヘッジファンドぐらいになってくるとみんな分かってるわけですよ、はい、あいつ相当しこってるねとドルロングでやられてるぞっていうことですね、大変ななんかね、うん、ドルロングでしこっちゃったぞみたいな、うん、あれ投げてきたら底抜けるねってね、まだ行くぞっていうのが分かるわけですね、底抜けちゃうねってことだから、うん、だから結局10月の6、7、8ってたった3日間で30円近くもドル円暴落するわけですよ、はい、この理屈ってのは今お話した通り結局それまではずっとドル買いがワークしててそれでもう無敵のドル買いみたいな感じになったところが、うん、急にね2、3円だったらまだいいんだけれども5円とか10円とかボーンとこう下がるとですね結局やっぱり損切りできなくって逃げ遅れる人も出てくるわけですよ、はい、でそうするともう一回戻ればいいですけども戻んないとそのしこったロングを投げさせようとするようになってくるから、仕掛ける人が出てくるわけですね。そう、それを切らそうという、そう去年の場合も似たような感じで、去年の場合もヘッジファンドがしこったわけじゃないですけれども、はい、それにしてもやっぱり去年ねこの番組でもよく言いましたけれども、はい、去年ってやっぱりもう年末が近づいてたからなんとかやっぱり確定申告もあるから利益をねしっかりドル買いの利益を確定したい、はい、利確したいなと思ってる人がいるところが、うん、CPI ショックなんかでガクンって下がるわけですよ、はい、急にインフレ率がね鈍化してたっていう、そうすると、はい、やっぱりもう金利で説明できなくなるわけですよ。あとでも言いますけども、当時だとやっぱり日米の金融政策の方向性が違うからとかで言ってるんですけれども、うん、もう急にこう下がり始めると、うん、金融政策の方向性なんて何も変わってないですよ。データがちょっと悪かっただけですもんね。去年の11月の段階は日銀も何もやってないですし、うん、何も変わってないんだけれども、大橋さんよくご存じの通り金利差で説明できないくらいどん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 下がってくるわけですよ。マーケットは行き過ぎる時があるんですね。それはやっぱりみんなドル買ってるもんだから、はい、いかにこのドル買いをね大きな利益にして確定したいなと思ってるところがあわわって下がっていくもんだから、うん、もう理屈関係なく売ってくるもんだから、うん、1ヶ月で10円とかね2ヶ月で20円とかっていうぐらいすごい下がるわけですよ、はいはい、今2つの例を説明しましたけども、そんな感じでやっぱり結構理屈抜きになっちゃうようなね、はい、ワンサイドの円安が終わった後ってそういうリスクがあるので、はい、そこも気をつけながら、で一つ前段の話長くなっちゃいましたけれども言っときますけれども、僕は別にいつもう円安終わってもおかしくないと思うし、テクニカルには火曜日のレンジ、はい、要するに147円の50銭147円の半ばと高値が150円の10銭じゃないですか、はい、そこを抜けた方で当面動くんでしょうし、仮にやっぱり147円の半ばを今日下回るってことになってきたら、はい、もう終わったんだねと、なるほど、円安は終わったんだねってなる可能性も、はい、十分あると思いますので、なんかアメリカの金利がすごい上がってるみたいな話ありましたけど、やっぱ今夜の雇用統計以下ではその金利もさすがに雇用統計ね、おそらくね、はい、無視されるんですよ。無視、うん、はい、で今みんなっていうかみんな自覚して思ってるかどうか分かんないですけれども、うん、金利がもう上がりすぎたわけですよ。そう思いますだから、うん、おそらくもう利上げしないんですよ。利上げ しなくてもいいくらいだって、うん、長期金利とか上がったから上がってますね。だからそれの
景気への悪影響でね、金利が景気は減速に向かうってことをみんな意識し始めてるわけですよ、そうすると気にしなきゃならないのが先行指標なんですよ。先行指標は例えば何ですか？景気の先行指標なわけですよ、で雇用統計っていうのはご存じの通り遅行指標ですね、過去のデータです。だからもうこれ関係ないんですよ。さっきちょうどネットを見てたらブルームバーグの記事でね、僕の考えと似たようなことが出てたのが、おそらく今回の雇用統計がいい数字の最後になるだろうと、これはもうあまり意味がないだろうと、よくてもそんなに急速にあの足元のね、金融が引き締まってるから10月以降の数字っていうのはかなり悪くなるだろうと、みんなそう思ってるわけですよ、そうするとですね、もう終わった話みたいな今日の雇用統計では、あまりおそらく反応しないんだろうなと。今日よくても、昨日のねイニシャルクレーム失業保険申請件数の反応が参考になると思いますよ、予想よりも良かったわけですよ、だからそれを元にして金利も一旦上がってドルも買われるんですけども、すぐに金利頭打ちになって下がってくるとドルも売られて、昨日も一旦今朝にかけて148円台の前半までドル下がるじゃないですか、雇用関連指標はもう終わったもんだってみんな思い始めてるわけですよ。そうですね、だからこれで今日良くてもよくて金利上がってもドルを買ってもあんまり上がんないねってなったところからどう動くかっていうところが勝負なんでしょうね。なるほど。今日ね9時30分に雇用統計の数字が出ますので、数字が出た瞬間にお伝えしたいと思います。それまでの間はじゃあ今のドル円もね、トレンド終わったかもしれないというその背景には何があるのか吉田さんに教えていただこうと思いますのでよろしくお願いいたします。9時20分ぐらいまでそのお話を伺って、質問があればぜひ質問をお寄せください。チャットの方に質問書き込むことができます。でこの質問取り上げてほしいなと思ういい質問がありましたらいいねをしていただきますと優先順位上がります。質問のお時間も取りたいと思いますので質問の方もお寄せいただければと思います。それでは石田さんに聞いていきましょう。なぜそろそろトレンドは終わりなのか。まあね、終わりなんでしょうね。これドル円の去年の8月からの週足のチャートでご覧いただいてって、151円まで上がって、そして今年に入って127円まで下がったけれども、そうです、ね、またこんなね151円近くまで戻ってきてという話ですよね、でそうなってくると円安ってやっぱり日米の金融政策の方向性が違う以上は、なかなか円安の流れは変わらないんだねとかって話出てくるじゃないですか。出てきますね、まあ、全然違うと思いますけどもね。はい、というのは金融政策のを表す金利何かっていうと、これはアメリカの政策金利ですよね、金融政策で決まる政策金利 FF レートですけれども、それにこんなグラフを重ねてみるとほとんど連動しているのは2年債利回り、短期金利ということですね。金融政策を反映するのはだから2年債利回りとか短期とか中期の金利まで、長期は関係ないわけですよね、普通はね、これが長期金利ですよ。ちなみに、10年債利回り、これにFF レート重ねてみるとこんな感じになるので、ある程度似てんなとかで思ってる人もいるかもしれませんけども、そこまで違いますよね。2年のとは違いますね。長期金利っていうのはやっぱり金融政策でもコントロールできないものっていうのが経済学の常識ですけれども、そんな感じで金融政策の方向性の違いっていうことで言ったら、市場金利でいうと短期とか中期の金利差っていうところを見る必要があるわけですよね。日米の金利差、今ご覧いただいているのがさっきご紹介したアメリカの2年債利回りから日本の2年債利回りを引いた日米の2年債利回り差、これがまさにだから金融政策の日米の金融政策の違いを表している金利って話になりますよね、これにドル円を重ねてみるとこうなりますよ。もうずいぶんずれてますね足元。まあね、別に10円とかずれてるわけじゃないですけれども、これを見ると150円をトライしたドル高円安の動きは、この赤の列線グラフ、日米の2年債利回り差、つまり金融政策の違いでは説明できないものっていうか、この夏以降特にね。そうですよね、2年債利回り差って今おっしゃった通り7月以降ってほとんどその横ばいみたいな感じ で、 そうです。ドル優位が拡大してるわけじゃないんですね、ですからこういう具合に145円を超えて150円に向かった動きを説明できるものではないですよね、
じゃあ改めてこれを説明できる、その150円に向かった動きを説明できるあの動きは何かっていうと、さっきの2年債利回り差よりもこっちの方がよっぽど似てますよね。こっちは10年ですね、長期、はい、こっちの方は長期金利差なわけですよね、はい、だからあの150円に向かった動きを説明できるのが金融政策の違いではなくて、はい、あの長期金利差である、はい、アメリカの長期金利がすごく上がって、はい、そしてあの長期金利差のドル優位が拡大したことによって、はい、それを手がかりにしてやっぱり150円トライになっているというふうに、はい、なことが分かりますよね、はい、大体ですね、金融政策の違いがあの方向性の違いがこう変わらなかったら円高にならないかというと、ちょっと過去1年間振り返っても何度か円高ってあったじゃないですか、うん、ありましたよね、はい、これ去年の10月からのドル円のチャートをご覧いただいてますけれども、はい、ここが130円ラインですよ、はい、でここあの今年の1月にかけてとか3月のところとかって130円前後まで、はい、あのドル安円高になってますよね。なってますね。じゃあここでなんか金融政策の方向性の違いが変わったんですかっていうとですね、ずっと変わってない、変わってないですね、はい、変わってなくてもこうやって130円前後まで円高になったことも事実としてあるわけですよね、はい、じゃあなんであの方向性の違いが変わってないのに円高になったかっていうとですね、130円前後円高になったかっていうとこんな感じで、はい、これまた長期あの日米の長期金利差を重ねていますけれども、ぴったんこではないですけれども、はい、あの金利差がね縮小している、はい、つまりアメリカの金利が大幅に下がって日米の長期金利差がのドル優位が縮小すると、はい、やっぱりあの金融政策の方向性の違いは何も変わらない中でも、はい、130円前後までの円高は起こったんだっていうのがこれで分かっていただけるはずですよ ね、 そうですね、はい、だから気にすべきことは今は逆に言うとこの後も確認しますけれども、ずっとアメリカの金利がすごく上がっているのでだからドルが上がってるだけの話であって、はい、金融政策の方向性の違いじゃなくて、はい、あのアメリカの金利上昇が続くんだったらもっとドル上がる可能性はあるし、はい、でもアメリカの金利が長期金利が下がってくるようだったら、で大きく下がるようだったら金融政策は何も変わらなくてもあのドル安円高に、ね、なる可能性があるんだと、はい、いうことだと思いますけれども、この金利って結局は債券を買うか買わないかですね。そういうことですね、うん、で特に長期金利の場合はさっきあのご確認いただいた通り金融政策を反映するね、はい、あの FF レート、まあ、政策金利ともあの必ずしもぴったんこで動くわけではないので、金融政策で動いてるんじゃなくて、はい、まあ、長期の見通しというか、はい、ある意味やっぱり景気を反映して動くのが、はい、あの長期金利ということなわけですから、はいはい、でその中でアメリカの長期金利10年債利回りが今こんな動きになってるわけですけれども、はい、これ2000年からの長いチャートでご覧いただいていますけれども、去年 4.3% ぐらいまで上がったんですけれども、はい、今年は超えちゃった、そう、それを大幅に超えて、はい、今もう 4.8 とかね、うん、5% をなんか目指す動きとかになってますもんね。これにびっくりして今株式市場が崩れてるんですかね。それもありますけれども、このあといいポイントですよ。そこが僕はもう最高のポイントだと思ってますけどね。そうですか、はい、はい、まあ、こんな感じで去年の高値を更新して、はい、いつ以来の水準ですかというとここですから、うん、リーマンショック前ですよね。2007年ね、はい、リーマンショック前ですから、はい、15、6年、そんなに経つんですね、もうね早いですね。それ15、6年ぶりのね、あのしかもこのピッチの速さといったらすごいですね。そうですよね、うん、あの水準までこう上昇してきてると、はい、いうことなわけですよね、うん、じゃあなんでそんなに急にね、はい、あの十何年ぶりぐらいの水準まで長期金利が10年債利回りが上がってるんですかっていうと、まあ、やっぱりこれですよね、景気ですよね。景気、アメリカの景気ね、うん、あのアメリカの GDP 成長率、四半期の GDP 成長率を前期比年率で見ると今年の前半って、はい、年後半はリセッションだねってなってたじゃないですか。そうですね、逆イールドだからリセッション入りを警戒してたんですよ。そうなんですよね、うん、あの逆イールドばっかりこうあの話題になって、はい、あのリセッションに転落するねって、それが浅いかあの深いかの違いぐらいの問題みたいになってました。ハードかソフトかみたいなね、はい、僕はでもあの
自慢するわけじゃないですけども、大橋さんとね、毎月これやりながらですね、はい、僕はリセッション予想って全くしてなかったですし、はい、リセッションとともにリセッションになるから FRB は早ければ6月7月ぐらいからでも利下げに転換するかもしれないって話をしたんですよね。言ってましたね、世の中が、はい、僕はそれはもう全然違うと思うって話をしたんですけども、はい、今実はですね、この後言うのはそれと真逆の状況が起こってるって話だから、はい、これから先の金利の見通しとか景気の見通しも真逆になる可能性があるっていうことだと思うんですけれども、はい、まずはその GDP 成長率を確認しましょうね、はい、リセッション予想とか言われてたんだけれども、結果的には例えば4、6月期も 2.1% としっかりしてますね。確保値では 2% を、ね、うん、維持するという具合になったし、はい、ところが問題はその後ですよね、はい、足元ですよこの、うん、今市地区、あ、そう、もう今日10月になってるから、はい、終わったんですけども、それにしてもその7、9月期の、ね、成長率って、うん、商務省が発表するんでしょうけれども、それって10月の下旬に、ね、はい、発表されるんですが、そんなの待ってられなくって、はい、予測モデルとかね、はい、そんなのでこう随時チェックしていくとですね、僕は GDP Now をこの間ずいぶんね丹念にチェックするようになりましたけれども、ね、はい、最新の予想っていうのが10月2日に更新されたものになるんですけれども、 4.9% ですよ。先進国で 4.9 ってなかなかないですよ、ね、近年。それはね、アメリカの成長率振り返ってみても、お分かりの通りコロナショックの前後っていうのはもう統計がぐちゃぐちゃになるので、もっとねすごい数字がいいのも悪いのも出てましたけれども、はい、あれはまあ異常値ですから、はい、それを除くとですね、こんな四半期成長率が 5% 前後になるなんていうのは、急に中国になったのかみたいな新興国並みの成長ですよ ね、 本当に、はい、そんな数字の予想になってるわけですよね、はい、だからリセッション警戒してたんじゃないのって、はい、逆に過熱じゃんこれっていう話ですよね。なりますね、はい、そうするとですね、それは金利もね止めどもなく上がっちゃうねっていうのも、なるほど、わかりますよね、はい、だって低すぎるってことですね。そうだったら今の金利低いからちょっと修正が入るっていう、そう長期金利、はい、なかなかね足元の、うん、景気の動向ってこう正確な数字はわからないですけれども、はい、ただそんなこと言ってたらマーケットやってられないので、はい、そういう予測モデルなんかを参考にすると7月期の GDP は 4.9% とか 5% 前後になる可能性があるとかっていう話になればですね、はい、それは金利の上昇も長金利も 5% を目指すようになっても全然おかしくないんだろうなということではあるんですけれども、はい、ただですね、じゃあこれがすごく大事だと思うんですけれども、予想以上にアメリカの景気が強い、パウエルもあれですよね、この間の9月の FOMC の後の記者会見でそう言ってますよね、うん、言ってます。アメリカ経済は予想以上に強いって言ってるわけで、はい、だからただそれってだからこれまで金利も予想以上に上がってきたんだねってことは言えるんですけれども、はい、これをもとにこの後も金利が上がるかどうかって分かんないわけですよ。確かにこの辺まで上がってきたらね、そうもっと上がるのか、だから頭切り替えなきゃならないんですよ、はい、予想以上に景気強いねって、だから予想以上に金利が上がって予想以上にドル上がったねってことはいいんですけれども、うん、マーケットってやっぱり先読みのもんだから、はい、じゃあこの先も金利上昇ドル高が続くかっていうと全然また違ったものを見てくる必要があると思うので、うん、はい、だから先読みに使えるものを見ていく必要がある、はい、そのうちの一つとして例えば、まあ、僕は10年債利回りをね5年移動平均線からの乖離率を作ってみましたけれども、過去5年の平均値からこの10年債利回り 5% を目指す動きっていうのがどれだけ乖離してるかっていうことで、グラフの見方として上が上がりすぎ下が下がりすぎってなるわけですけれども、これ異常にはみ出てますね。そうですよね、はい、だってコロナショックの時って 0.5% まで10年債利回り下がったんですよ、はい、それが今わずか3年ね、5% とかって話になってるわけだから、はい、それはもうね8倍9倍って感じでしょ、はい、ほとんどもう10倍かな、うん、っていうような感じになってきてるわけですよ、はい、そうするとこんな感じになりますよね、はい、ですから、まあ、水準が低すぎたところからだから、まあ、倍率も大きくなるのもしょうがないっていう話もありますけれども、それにしてもこれ見るとかなりやっぱり異常な上がりすぎですよね。そうですね、はい、だから
足元的には予想以上に強い景気の数字が出てくると、いやまだ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 ってこうね、うん、気にも上がらざるを得ないところはありますけれども、一歩引いてみるとちょっと異常なことやってるねというのが今の、状況ということなんでしょうね、はいはい、でですね、そんなまあ金利上昇に付き合う形でドル円もこうやって上がってきましたけれども、はい、ドル円自体もやっぱり上がりすぎですよね。そうですね、どうなんですか。ドル円をいつも、はい、この番組でご紹介する5年移動平均線からの乖離率で見ると、はい、ドル円っていうのは5年線をこの1998年には3割上回ってるんですね。この時にはこう低いですけれども、2015年なんかも、そして2022年も、一つの共通点として指摘できることは、5年線をこうやって3割上回ったところっていうのは、循環的なドル高円安の限界なわけですよね。はいはい、だから全部これで終わってますよね。転換してますね。3割っていうのはもうほとんど行き過ぎてる。そうなんですよね、はい、で今150円を一時超えたところで 26.7% とか、はい、まあ、ほとんど3割近くまで来てるわけですから、はい、かなりやっぱり円安も限界圏に近いところに来ているというふうに言えると思うし、はい、そういう意味で言ったら冒頭にも話してっていうか、僕は最近のセミナーいつもそう言ってるんですけども、いつ終わっても全然おかしくない状況にあると、うん、あとはきっかけ待ちだなっていうのは、でそれは僕は今ドル円のね5年線からの乖離率で説明しましたけれども、今日は円の実質実効レートっていう、はい、違った指標も使って確認してみたいなと思うんですけれども、はい、っていうのは円の実質実効レート、まあ、実効レートっていうのは円の総合力になりますよね、はい、さっきはドル円だからドルに対しての円の価値、今度は実効レートっていうのは円の総合的な価値、円の力ですね、なりますよね、うんうん、ですからグラフの見方としては上が円高下が円安になるんですけども、はい、ドル円はまだ去年の151円を更新してないんですよね、うん、ただ実効レートで見るともう更新したんですよ。これは本当すごいですね。新聞にもなんか載ってましたね。そうでしょう、はい、これって実効レートですけれども、実質化してるっていうのは物価調整するってことなので、はいはい、で物価統計ってどうしても1ヶ月遅れ2ヶ月遅れで出るじゃないですか、だから古い数字で、はい、最新の数字でも日銀が発表してる最新の数字でも8月のデータなんですよ、はい、ただその8月のデータが去年の10月の実質実効レートの円の最安値をもう更新してんですね、はい、だからもうこっちの方はドル円よりも一足早く、はい、一足も二足も早く円の安値を更新してるっていうことになってるわけですけれども、はい、それがねどんな意味を持つかっていうことを改めて5年移動平均線を重ねてみて、5年線からの乖離率にしてみるとこんな意味になるんですね。だいぶ下の方に離れちゃってますもんね。そうですね、これ円の実質実効レートの5年移動平均線からの乖離率で特徴としてはこんな具合に横線を引くと分かるんですけれども、はい、5年線を実質実効レートは2割下回ると、うん、循環的な円安が終わるっていう、はい、パターンがあることがお分かりいただけると思います。綺麗ですよねこれ、はい、そう1998年も例のさっきお話したドル円が147円でピーク打ったところですよね、はい、で2007年はリーマンショック前のドル高円安のピークで、この時は124円ぐらいでピーク打つんですけれども、で2013年ここだけちょっと異例で、はい、2015年までね、うん、結局円安が延長したんですけども、クローザーバズーカがあった時ですもんね、はい、そうです、はい、で去年の2022年の10月の場合もご覧いただいてお分かりの通り、やっぱり5年線を2割下回って 21% 下回ったところで、はい、10月に円安が一巡っていう具合になってるわけですね。そうですね、はい、で例外がさっきお話した結局限界超えの円安が起こったのが2014年2015年アベノミクス円安のピークの時だったわけですよね、はい、じゃあ今回もその時のようにもうすでに5年線を円の実質実効レートは 20% 以上下回ってきてるんですけれども、はい、アベノミクス円安のようにもっと 24-5% とかさらにね下回るようになるのか、うん、それとも去年の10月のように2割下回ったところでも円安を割ってしまうのかということなわけですけれども、はい、じゃあそもそも2015年アベノミクス円安の時にはなぜ実質実効レートが5年線を2割下回っても止まらずに
さらにね円安が進むところになったかっていうと、はい、さっきちらっとおっしゃってるんですけれども2014年の後半にすでにもうマイナス 20% に接近するんですが、はい、そのタイミングで10月に2014年の10月に黒田バズーカ2をやるわけですよね、はい、覚えてますよ。ハロウィンバズーカってかハロウィン緩和とか呼ばれたんですよ、ね、10月末ですもんね。誰も予想してなかったんですよ ね、 ね。これって結局、まあ、翌月に11月に消費税の増税をねやる予定でいたわけですよね、はい、ですから黒田さんとしては消費税を政治家がねやっぱり景気を悪化させるっていうことで渋るかもしれない、うん、はい、消費税を増税しても大丈夫なように大胆な金融緩和 の、はい、第2弾をやってですね、はい、景気の悪化を防ぎますからしっかりね増税してくださいっていうふうに先出しするわけですけども、アシストしちゃったんですね。ところが、まあ、最終的にはね安倍総理にそれを裏切られるわけです。足を外されちゃって、うんうんうん、やっぱり消費税は上げない、はい、でも緩和ありがとうみたいな感じで緩和だけなんかね捉えちゃったような感じなんですけども、それにしても普通だったら円安の限界のところまで来てるのに、そこでやっぱり消費税を目的消費税がね目的だったとは言いながらも追加緩和をするとですね円は底抜けますよね。そうですよね、はい、だからさっき見たような感じになるんですけども、一方で去年の場合は10月にね、はい、さっきもご覧いただいたみたいに円の実質実効レートは5年生を2割 21% ぐらい下回るわけですけれども、はい、そういう円安限界圏に達したところで11月には CPI ショックとか起こって、予想以上に CPI が弱い数字になって、アメリカのインフレ率が鈍化してた、インフレのピークアウトっていうのがね、はい、明らかになって、それで金利が少し下がるわけですよね。ドル金利が下がった、そう、円安の限界圏に達したところでアメリカの金利が下がるっていう、要するにドル売り材料が出てくるとですね、うん、それはきっかけがしっかりね出てきたってことなわけですから、はい、円安ドル高を割ってドル安円高に転換したと、はい、いうことなわけですよね。以上からこれをねもう一回さっきのやつでご覧いただくと、普通は2割下回ると円安は止まる、でもこの時には2割下回ったところで黒田バズーカ2をやるとですねもっと円安が進んだ。ここはちょっとやっぱり黒田さんが余計なことしたってことですよね。まあ、今になって言うその時にはねそれでしょうがなかったのかもしれませんけれども、で一方で去年の10月は同じ2割超えたところで CPI ショックが起こると円安は起こった、うん、これで分かることは円安の限界圏に達したところで限界を極めて円安が終わるかどうかっていうのはすこぶるもうきっかけ次第である、うん、はい、きっかけがあったら円安は終わるし、きっかけがなかなかないとそれどころが 逆きっかけみたいなことをやっちゃうとですねもっと円安は進むけれども、今そういう状況にあるんだろうなって僕は思っています、はい、じゃあそのきっかけとして何が手がかりになりそうかなっていうことですけれども、今回追加緩和は上田バズーカやる可能性は全くないでしょ。ないですね。上田さん読売の一面トップのインタビューでゼロ金利の解除みたいなこともちらっと匂わせてますので、どっちかっていうともう引き締めたい、ね、どっちかっていうと緩和の見直しの方向 で、 ですよ、ね、でしょ、ね、はい、上田バズーカがなかったら2015年のケースとは違うって話になるし、それは違いますね。あり得るとしたら、まあ、まだね FRB がまだまだ利上げ上げますよとかって言うとですねそれはちょっとね、うん、7% まで金利上げますよとかって言うとですね、それは2015年の黒田バズーカ2並みにですねもっとやっぱりドル高円安をもたらすって可能性もありますけれども、そっちの可能性はまあ普通に考えたらあまりないんだろうなと。そうですね、まあ、もう実際9月の FOMC では利上げを停止してますので。そうですよね、はい、さっき今冒頭でも言いましたけども、別に利上げしなくても勝手に市場金利が長期金利がボン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 上がってるから、むしろもうそれだけで利上げしたようなもんですから、引き締め効果はもう十分出てきてますね。ですよね。だから僕はもう利上げもしないんだろうなと思ってますけれども、うん、はい、となったらじゃあその去年の CPI ショック並みにね、うん、円安の限界を極めるきっかけ、何を注目したらいいかっていうと、やっぱりそれは景気なんだろうねと。アメリカの景気がさっき足元でもう異常なまでに強いから金利もここまで上がってきたけれども、逆にね
こんだけ金利が上がったことによって先々景気が減速するっていう、うん、恐怖が出てきてるわけですよ、はい、その兆候が出てきたらそれがきっかけになるんだろうなと、はい、でそういう観点で見ると景気の先行指標っていくつかありますけれども、逆イールドなんか全くそうですけれども、はい、まあ、僕はオーソドックスにね、株価というのは景気を先取りして動くものというふうに、半年1年先を織り込むって言いますね、はい、いうものですから、はい、ですからやっぱり株価見ておくべきだろうなと、はい、でそういう観点で見たら、はい、さっきも途中でお話したみたいに、今年前半にね、3月に金融システム不安とか起こって、世の中的にもう年後半はアメリカリセッションだねとか言ってた時に、はい、僕は違うと思ったのは、あの時って3月にかけてニューヨークではこうやって下がってるんですけども、はい、3月の半ばですぐに底を打って、うん、すぐに年初来高値まで戻すんですね。そうですね、はい、リセッションの可能性があるんだったら、景気を先取りする株価がね、年初来高値圏で推移するはずないでしょうってないですね、はい、株価が間違ってるってことはもちろんあるんでしょうけれども、はい、間違ってないんだったら、株価が正しい見方をしてるんだったら、うん、リセッションじゃないんだろうねと、はい、それこそ FRB が利下げに転換するっていうのも違うだろうねって話になったんですけれども、結果的には全くその通りで、利下げにも転換しないし、それこそリセッションどころか景気が過熱気味に、ね、はい、こうなっているということで、株価の景気の先行き見通しというのは当たった形になってですけども、はいはい、そういう観点でいって今回も景気の先行指標である株価の動きを注目するとですね、はい、すごく下がってきてるわけですよ。ちょっとこれはね、最近不安が出てきましたね。そうね、だから、まあ、この辺で止まるんだったら別ですけども、ここからさらにね、はい、下がるようだったら、はい、景気の先行指標の一つである株価は明らかに景気の減速への転換を織り込み始めている可能性がある。そうですね、やっぱさすがに金利が上がりすぎてるので、いろいろ影響があるかもしれない、企業業績とか。そうなんですよね、はい、金利が上がってくるとよく言われるのが、その住宅関連指標とかね、はい、金利上昇に敏感なセクターがいくつかあるじゃないですか、はい、ああいったところを中心にやっぱり、まあ、消費だって本当はそうなんですけれども、うんうん、悪影響を受けてくるので、ですからやっぱり景気は減速に向かうはずだ、うん、で特にやっぱりこれだけ早いピッチで金利が上昇して、そして水準的にも十何年ぶりのね、はい、ところまで金利が上がってるっていうと、かなりやっぱり景気に対してはネガティブな影響になってくるんだろう、はい、でちなみにあるメディアのその大手金融機関エコノミスト60社予想とかっていうのを見ると、はい、10、12月期のアメリカの成長率って 0.5% とかになってるんですよ。あ、そんなに急減する、そうです、急速に減速する、でなおかつ来年の 1、3月期の予想ってほとんどゼロ成長なんですよ。あ、本当ですか。そう、まあエコノミストの予想ってさっきお話したみたいに年前半もねリセッション予想が多かったから、ね、だからまた弱気になってるだけじゃないのってなるかもしれないけども、違いは株価なわけです、はい、株価はもう織り込み始めてる、株価も弱気に景気に対してその減速に転換するって今回は見てて、はいはい、そしてエコノミストも弱気予想になってきている。だから明らかに金利上昇っていうのはもう過去のことであって、はい、この金利上昇がもたらす景気の減速への転換をみんな探し始めてるんでしょうね。なるほど、はい、でそれが出てきたら、はい、金利もね、はい、今上がってますけども低下に転じるんだろうし、はい、でそれが円安限界を極めるっていうきっかけのね第一候補なんじゃないかなって僕は思いますけどもね、はい、でそれが起こったらいよいよだからもうすでに円安は限界に達してるんだから、はい、そのきっかけも来たらですね円安は完全に終わって、急に今までのトレンドが慌ててひっくり返るってことですね、うん、そういう可能性があるんじゃないかなと思いますけどもね、はい、まあ、それ以外でも、まあ、すでにこうやってこれドル円のポジションですけれども先物市場の、はい、はい、かなりやっぱり円売られすぎドル買い円売りに傾斜してますよね。はい、去年って10月にドル高円安151円で終わるわけですけども、うん、これが去年のピークです、はい、10月末のピークです。その時もうわずかに超えるぐらい超えてますかね、はい、そうでこれご覧いただいて気をつけなきゃならないのは、はい、去年は10月末でここまでドル買い円売りがね、うん、拡大しているとその後為替相場がドル安円高に転換すると急速にこのポジションが縮小して、はい、
でそれはすなわちドル売り円買いになるもんだから、はい、さっきお話したみたいに10月21日151円だったわけですけれども、はい、これが11月末までのところでもう130円割れ近くまで、135円をしっかり、133円までかな、133円までだから15、6円ぐらいとか、うんうん、1ヶ月程度で結構行きましたよね、この時ね、はい、でそれってさっきも少しお話したみたいに金利差からかなり乖離してるわけですよ、はいはい、もうそれまで金融政策の方向性の違いとか、僕なんかでも金利差との連動性強いからずっと金利差との関係をね、うん、ドル円とチェックしてましたけれども、はい、もう金利差なんて関係ないって世界になってひっくり返った時のポジションのわーっという調整っていうのは、そうなんですよね、パワーがあるんですね、うん、今回の場合はまだ10月入ったばっかりですから、はい、年末までのところでね、まで間があるので、はい、そんなに急いで、はい、ドル買いポジションの手締まいがねこう広がるってことでは僕はないとは思ってますけれども、はい、ただ一方で冒頭の方でも話したみたいに、得てしてこういう時ってドルが急に下がるとですね、ドル買いの損切りにが遅れるっていうケースも出てくるので、はい、そうするとやっぱりねこのポジションの積み上がりは気になりますよね。そうなんですよね、はい、っていうことは注意する必要があると思います、はい、で まだドル高円安が続いた場合、さっき冒頭でお話したみたいに、このままもう今週の火曜日の介入騒動があった時につけた147円の半ばの水準を今日でも来週でも下回ってきたら、もう円安は終わってたんだねってテクニカル的にはなる可能性が大変高いと思うし、はい、そうではなくて今日の雇用統計を受けてですね、またなんか150円トライとかっていう風になったら、もう一回介入とのね、はい、攻防戦ってことになるんだろうし、で以前からお話してるみたいに、まあ、さっき冒頭で言った通り、今回僕はまだやってないみたいだなと思ってますけれども、うん、過去のパターンをこうやって見るとですね、はい、いつやっても介入やっても全然おかしくないと思うし、はいはい、でアベノミクスなんかと違ってね、今回やっぱり物価高対策っていうことがテーマになってるわけですから、円安はやっぱり放置はできないですよね、はいはい、でたまになんかなんかこれだけね、去年も今年もこうやって円安が繰り返されると、日本の通貨当局も介入で止められるかどうか自信をなくしてんじゃないかって、だから慎重になってやらないんじゃないかとかっていう話もありますけれども、聞いたりしますけれども、全然違うと思いますけどね、はい、去年は何つったって9月から買いにやるんですけども、まだ 0.75% 利上げやってるわけですよ、アメリカがね。でその利上げいつまで続くかもまだ分かんない状況なわけで、ほったらかしたらアメリカの金利上昇につれて、はい、ドル円もどこまで上がるか分かんないみたいな、はい、僕みたいに5年線からの買いリストを使うとですね、もう終わりに近いねとかってなんですけども、はい、通貨当局も別にそこまでねやらないでしょうから、はい、となってくると、はい、去年はもうほっとけないねっていう感じで買いにやってるわけですよね、はい、一方で今回の場合はさっき言ったみたいにもう利上げ終わった可能性も出てきてるわけですから、そうですね、黙ってたってそのうち終わんだろうぐらいにしか思ってないわけですよね、はい、だから全然今回の方が余裕があると思うし、あ、なるほど、一説にねよくアメリカのお墨付きが必要なんじゃないですかとかって話も聞きますけれども、言う人いますね、これも全然違って、はい、で今って円安阻止でしょ、はい、極端な言い方すると通貨防衛なわけですよ、はい、自分の国の通貨防衛するときにですね、他の国になんかお墨付きをね伺い立てるような、うん、必要なんて全くなくって、はい、逆のケースはあるんですよ、はい、円高を阻止する、うん、円安に誘導する場合には自国通貨を安くするのを、うん、近隣急防化政策っていう言葉がご存知ですか、はい、よいよいよ、近隣急防化政策っていうふうなのは、はい、通貨安誘導で、はい、近くの国をの経済を悪化させる通貨安政策である。なるほど、通貨安によって自国の輸出を助け、それはこそね、そうそうそう、他の国のことを考えないっていうことですね。 そこのところはやっぱり国際的にも批判の対象になるので、うん、お伺いを立てるっていうのは必要になっていくんですけれども、今逆ですから、だからそうですね、よくねイエレンさん のコメントを求めて、はい、アメリカが OK してるのかどうかっていうのをマスコミなんかでもね、はい、やりますけれども、全然関係ないと思いますけども、はい、通貨防衛してるんだから、そうなんですね、そうですね、そう言われるとそうですよね、はい、と思います。ということで円安はいつ終わってもおかしくないっていうふうに僕は思っていますけれども、はい、
じゃあここからもうどんどんドル売って円を買っていいかっていうと、かつてかなりリーマンショック以来の大幅な金利差があるので、だからアメリカの金利がガンガン下がってきて、5円10円ってドル円が下がるって話になってくると、こんな金利差も関係なくなるわけですよ。金利が下がればね、はい、でもなんか2、3円ぐらいしか下がらないっていうとですね、いくらドル売っても金利差でもう全然持ってかれちゃうわけですよ ね、 そうですね。だから、はい、5円10円ドル円が下がるほど、アメリカの金利が下がるっていう見通しが出るまでは、そこはね、ドル売り円買いも慎重に、下がったところではむしろ押し目買いが、ワークしてくるのかもしれないので、ですからそこの見極めは肝心だと思いますね。151円ぐらいのところはトップにはなったかもしれないけれども、円買いになったってことでは決してないってことですね。そう、はい、しっかり金利差が、それは別に政策金利差じゃなくていいんですよ、長期金利差でいいんですよ、はい。それこそ今年の1月3月で経験したように、アメリカの金利が今の水準から 1% ぐらい下がるって話になってくると、金利差って相当縮まりますから、はいはい、だから130円とか130円台前半のドル円の水準を正当化するぐらいになるので、だからざっくり言うならば、アメリカの長期金利が 1% ぐらい下がりそうだねってなったら、ドル売り円買いがワークするんでしょうね。まだそこまでいかないねって言ったら、下がったところは押し目買いでっていう風な、そんな感じになると思います。はい、押し目買いの注意っていうのはね、いつもありましたけど、先ほどスライドにありましたけれども、はい、そうですね、資金管理しながらということです。続いてはその他の通貨を予想するということですね、はい、時間あまりなくなりましたけれども、はい、ユーロドルってね、ご存知の通りこうですよ気がついたらこんなに下がってるんですね、足元ね。そうだって11週連続陰線なわけですよ、はい、はい、気づいたら、ね、7月中旬ぐらいからかな。だからもうかれこれ2ヶ月半とか2ヶ月以上ユーロ安ドル高がこうやってついてる。トレンドが綺麗に出てたんですね。ね、うん、でじゃあなんでこんなにユーロ安になってるって大橋さんどう思います？金利差ってどうでしたっけ。でもこの夏ぐらいまではインフレが高いから金利がこれからもっと上がるって言ってたのが最近違うんですかね。そうなんですよね。その利上げ見通しが変わってきて、はい、ユーロ圏ってアメリカとは違って景気が予想以上に悪いねってなってきて、ドイツとか結構悪いみたいですね。アメリカね、さっきまで言ったように予想以上に強いねっていうところが、逆でユーロ圏は景気が予想より悪いね、悪い、インフレ率はアメリカよりも高いのに景気の方はアメリカよりかも厳しいみたいだ、はい、それを、物価高と景気後退が同時進行することをスタグフレーションと言いますけれども、はい、スタグフレーション懸念も出てきてるからユーロ売ってるっていう話になってるんですけれども、はい、じゃあこれがユーロドルで、それに金利差を重ねてみると金利差はそれほど縮小してないんですよ。金利差で説明できないぐらいに売ってる、売られちゃってるんですね。そう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 、なんでじゃあこうやって見ると、改めて見るとそんなになんかユーロ下がるほどじゃないねって、それで見ると9月以降のユーロ安って、ね、はい、この1ヶ月ぐらいのユーロ安って金利差では説明できないわけですよね。これなんでこんな下がったんですか。なんでかっていうので、もう一回ユーロドルを出してみて、それにこんなグラフを重ねてみると、こっちの方が正当化してるんですね。これなんですか。これってね、見事に綺麗になってるでしょ、はい、これはですね、原油価格なんですよ。 WTI なんですよ、原油価格。ただもうお気づきの通り、原油上がってんでしょって、だから軸反転させてます、はい、あ、下に行けば原油高っていうチャートなんですね。上が原油安で下が原油高で、 ご存知の通り、そのロシアだとか、はい、サウジとか減産続けたりとかして、ね、だから原油価格もあれじゃないですか、上がってました、はい、夏以降上っ離れたりとかして、これ下っ離れてんじゃなくて赤の列線グラフは上っ離れてるんですけれども、原油高だったんだ、はい、それとユーロ安ってもうすごく綺麗に連動してるわけです ね、 ですね、はい、原油価格の上昇っていうのはまさにユーロにとっては悪材料 で、はい、でドルにとってはアメリカにとってはプラス材料みたいな感じになって、はい、まあ、実際あれですよね、ウクライナ危機が去年春からこう出た時にもヨーロッパ経済への悪影響っていうのはすごくこう警戒されましたよね。されましたね、はい、エネルギーの問題っていうのはヨーロッパにとって、ヨーロッパ
経済にとって悪材料っていうふうに、はい、紹介されますよね、はい、そうするとこの原油高とユーロ安の連動っていうのは綺麗ですね。こんなに綺麗なんです ね。でですね、ただこれって、3、4日ぐらい前に作ったものですから、はい、この3、4日ですごく原油下がってるんですね。急落してるんですよ足元で、はいね、であれば本来はねユーロ高に戻してもおかしくないですよね。巻き戻る可能性がある。そう、こんな具合にユーロ安と原油高が連動してんだったら、うん、今後の行方ユーロの行方は原油次第ってなるじゃないですか、はい、でこの、原油ですけれどもこうやって見ると WTI の90日移動平均線からの乖離率ですけれども、はい、こんな感じだから短期的には結構上がりすぎなわけですよね。上がりすぎてたんですね。はい、それにもっと重要なのは、はい、さっきお話したみたいに今回の原油 の急騰っていうのは、うん、ロシアとかサウジの減産とかっていうね、はい、産油国の需給調整みたいなところでありましたね。供給制限をするっていうね、減産の、ね、はい、影響がありました。ただですね、これ僕が好きなネタなんですけれども、はい、WTI にこの赤の折れ線グラフを重ねてみると、うん、こんな感じで普通はWTI 原油価格ってこの赤の折れ線グラフと連動していることが多いわけですよ。本当だ、これ何ですか。アメリカの鉱工業生産指数です。へえ。だから、要するにアメリカの景気です。はい。アメリカの景気ってのは要するに世界一の経済大国がアメリカですから、世界の景気っていうことで、はい、この意味するところは原油価格っていうのは供給サイドで決まるよりも需要の関数である。あ、景気が強いと原油は上がるし、景気が悪いと原油は下がるっていう具合に、はい、アメリカの鉱工業生産で WTI が説明できるってことは、はい、実は供給よりも需要の影響の方が大きいんだ。うん、それから乖離したのが去年のウクライナ危機ですよ。そうでした ね、はい、ウクライナ危機でご覧の通り、はい、原油価格ってかなり上がりましたよね。不安がいろいろね、はい、ただ見ていただいてお分かりの通り、その後見事に修正されてますね。鉱工業生産のところまで落ちてるじゃないですか、はいはいはい、だから需要で説明できない原油価格の上昇っていうのは、一時的なもので、はい、おのずと修練される。じゃ今回もそうなんですね。これ今回こうやってみるとですね、やっぱちょっと乖離してましたね。ウクライナ危機の時ほどではないですけれども、うん、やっぱり100ドルを目指すような WTI の上昇っていうのは、はい、需要でアメリカの鉱工業生産指数で景気で説明できない原油高ってことですから。そうでした。はい。で加えてさっき見たように WTI は短期的にも基準線からの乖離で見ると上がりすぎ、うん、だから原油高がこのまま続く可能性ってのは低いですよね、はいはい、でその原油高と連動してユーロ安になってきたわけ で、はい、でそれで11週連続ユーロ陰線になってるわけで、となってくると、この 2,3 日で確認できているように、原油価格が下がってくるとですね、はい、本来はユーロ高に戻すはずですよ、うん、ドル安になるってことですね。はい、っていうことからすると、はい、先週まで11週連続ユーロ陽線でしたけれども、そろそろね、うん、陰線でしたけれども、はい、陽転しておかしくない、はい、今週来週にもユーロは陽線に転換する可能性が高いんだろうと、はい、いう話になりますよね、はい、これ一つやっぱり僕はポイントなんじゃないかなと思うんですけども、52週線ってトレンドを確認する指標になるんですけれども、52週線が今 1.068 ドルとかで、ユーロ最近一時 1.05 ドルも割ってきてるので、はい、52週線割ってきてるんですけれども、普通こう上昇トレンドでの一時的な下落っていうのは52週線を大きく割れない程度にとどまるということですから、はい、一時的なユーロ安だったらね、はい、これで見てもいつ終わってもおかしくないって話だと思うんですね。はい。でそれが結構やっぱり僕はドル全体のトレンドにも意味を持つかなと。ユーロ高になるとドル安になるってことが他の全体にも響く。そう、うん、なんつったってやっぱり11週連続ユーロ安ドル高だったので、はい、それが終わったらですね、普通はやっぱり11週とか続くと1週だけなんかユーロ高に戻すってことはないんですよ。うん、やっぱり長くこう同じ方向に陽線陰線が続いた後っていうのは逆になると、はい、この逆方向に 2,3 週以上続くみたいな、はい、それを見たのが去年の151円をつけた時ですよ、はい、これドル円のチャートですけれども、ドル円って去年の10月に151円をつけた時にこんな具合に9週連続陽線だったんですよ。あ、9週も。そう、
止まんなかったんですね。そう、それが151円で止まったらですね、はい、その後こんな具合に一転して4週連続、はい、あの陰線みたいな感じで、はい、でさっきお話したみたいに1ヶ月でも15円とかね、あの20円近いあのドル急落になるわけですね。下がる時も激しいですね、はい、そう、僕はだからあの今回のその一方向への動きということで言うと、うん、ドル円以上にさっきご覧いただいたみたいにユーロドルがね、はい、ユーロ安ドル高ってところがあのこう長く続いて記録的になってたので、そろそろそれが終わると思うし、はい、でそれがそれあの終わったらですね、あのドルのトレンド自体にもやっぱり全体的にドル円も含めて影響するんじゃないのかなと、はい、なるほど、一週だけなんかユーロ高ドル安に戻すってことはないと思うから、はい、2,3 週ユーロ高ドル安が続くんじゃないかなと、そうするとドル円にもそれが波及するとですね、あのそれまたなんかドル円があの円安から円高に転換するきっかけの一つになるんじゃないかなという具合に思って注目しています。はい、ありがとうございます。ユーロドルの5年線からの乖離率とユーロ円の5年線からの乖離率ってちょっとイメージがかなり違うのでこう用意してみましたけれども、はい、ちょっともう時間がなくなったのでここは割愛しまして、はい、最後の雇用統計の、はい、予想のところに来ました、はい、そうですね、あと5分で、雇用統計が発表になります。今回の予想は失業率が 3.7% に低下するということで、少し労働市場がタイトになるなというような予想になっています。ただ NFP の方、非農業部門雇用者数の方の予想は8月実績18万人増に対してプラス16万人ぐらいという予想になっていますので、失業率前回ね、はい、すごい悪化しましたもんね。そうなんですよ、 3.5 だったのが 3.8 になったっていう、そうそう、 0.3 ポイントぐらい一気にこう上昇して、はい、だからその反動で今回は少しね失業率は改善するというか低下するっていう予想になってますけれども、ただ全体としてはまあ少しずつ雇用の状況もあの悪化に向かってんだろう ね、 うねみたいな、あのそういうイメージの予想なんでしょうけれども、はい、ただ途中でも言ったみたいにあのこの1ヶ月の金利の急激な上昇を受けて結構金融の引き締まり具合っていうのが加えてあれじゃないですか、あの UAW のストとか、あ、そうです、自動車、全米自動車協会ですかね、はい、10月に入ってからアメリカは新年度になるわけですけれども、ストライキやってますね、あのなんだ、学生ローンだっけ、はい、もう始まる、返済が始まる、そう、バイデン政権がねこれ払わなくていいって言ってたのがやっぱりダメだってことになったんですよね。そうてな感じで、この1ヶ月で急速に金融が引き締まってできているというところがあるので、はい、今日の数字っていうのは、はい、その前の、はい、あのいい時の最後の、うん、あの数字の可能性もあると、だからそういう見方があるようですから、仮に予想よりも良くても、うん、果たしてなんか金利上昇ドル買いの材料として持続的になるかどうかって微妙で、うん、はい、そこも一つのポイントだと思います。はい、今夜の雇用統計の数字に対してマーケットがどう反応するかというところがポイントになってきますね。そうですね、はい、マーケットは今日何度も繰り返しお話したみたいに、あのこの1ヶ月 の、 あの金利大幅上昇を受けて先行き景気が減速に転換するっていう、うん、あのその兆しをね、あの待ってる感じがすごくするので、はい、だからそっちの方に過敏に反応するし、うん、それが出るまではなんかモニャモニャとしたみたいな感じかなっていうふうに思いますけど、はい、あと1分ほどで発表になるんですけれども、皆さんからね、あの質問がお寄せいただいているのが全部はちょっと紹介できないんですが、一つ紹介するなら、アメリカ議会政局の不透明感再燃してますが、これも長引けば金利に影響する可能性があるとお考えですかという質問。そうですね、これはもうあの金融が急速に引き締まっている要因の一つということになると思いますけれども、まあ、それほど大きな影響ではないと思いますけどね。そうですか、なんかマッカーシー下院議長が解任される前代未聞のことがあったりとかそうなんですよね、あのかつてなかった、かつてなかったんですよ、人ね、確かね、はい、初めてのことみたいですね、まあ、そういうのもやっぱちょっと不安材料ではあるんですが、まあ、そのような質問も来ております。もう一回ねシャットダウンとかその蒸し返されるリスクがありますからね。そうですね、今はつなぎ予算で11月17日まではなんとかつないだだけですからね、はい、はい、11月半ばにはまた同じような問題が再燃する可能性はあるということです。それともう一つぐらい、ご紹介したと
152円ぐらいになったら為替介入するでしょうというようなご意見もあるんですが、今入ってないとするならいつ入るつもりなのかっていうのはちょっと皆さん、ね、僕はもうとっくにやっておかしくないなと思ってたから、うん、予想以上にやらないなっていうのは僕も正直な気持ちですけれども、はい、全然いつやってもおかしくないと思いますよ。そうですね、あとはすごくなんかトレードテクニックと同じようなもんで、はい、タイミングとかそんなのがあるじゃないですか。より効果的な瞬間をカウンターアタック的にやるのが一番いいですよね。はい、バーンって上がったところでガツーンってこう叩くっていうのは、叩いていくっていう感じ。最近なんかボラティティが低いから、そうですねやるタイミングとしてなんかなかなか難しいなっていうのはあるんじゃないですか。鈴木財務大臣もボラティリティという言葉使ってましたからね。はい、あと5秒ほどで発表になります。雇用統計初動がどのような反応になるのかということですが、上だ、いいんだ、数字が、数字がいいんですね。33万6千人と出ました。NFP 非農業部門雇用者数33万6千人、失業率は 3.8% ということで、前回と変わらずということなんですが、平均賃金が 4.2%、これも前回の 4.2% よりやや低下しているということで、インフレ率という意味では少しこうね、マイルドになってるんですが、やっぱ NFP の数字がですね、普通やっぱりね、 NFP が予想よりも良かったらドル買い、悪かったらドル売りって反応になるので、アルゴがまずね、そうそう、でそれにしても30万人超えるっていうと、それはポジティブサプライズすぎちゃってね。そうですね。ただ気になるのは、このところこういう雇用統計の数字とか翌月翌々月かなり修正が激しいんですよ。そうですか、はい、激しいので、この数字本当にそうなのかってちょっと思うんですけど、初動はでもこのアルゴが動いて33万人に、はいはい、反応してますね。普通はこの数字ってあれですよね、次の11月の FOMC って雇用統計の発表前後どっちだったかちょっと僕も確認 してないですけれども、かなりやっぱり次の FOMC の参考材料にもなると思いますので、はい、それがこんな30万人超えるとかっていう数字になってくるとですね、やっぱりもう一回利上げやるねみたいな受け止め方になると、どうしてもやっぱり金利上昇ドル買いをね試すということにはなると思いますけれども、はい、ただ一方で、はい、今日何度も繰り返したみたいに、これ過去の数字だよっていうふうな、ね、はい、受け止め方ってもかなりこう広がってると思いますので、これから悪くなる可能性もあるということですね。 ADP 雇用指数は悪かったんですよね、今週。 ADP 最近なんか逆目ばっかり出てますから ね、 そうですね、悪かったから今日もあんま良くないかなと思ったら、失業保険申請件数はこのところずっとあれなんですよね、はい、予想よりも強い数字が出て、はい、だからあれをベースに考えると、今回の雇用統計も強い数字だねっていう予想は確かにやりましたね。あ、ただ冒頭の方でも話したみたいに、その失業保険申請件数昨日発表されて、はい、予想より強い数字だったんだけれども、だからこそ最初は金利上昇ドル買いでね、はい、反応したんだけれどもすぐに行き詰まるんですね。で、金利は低下に転じて、ドルもね売られてっていう風になるので、だから過去の数字だから、これでどれだけ金利上昇ドル買い、ドル買いになるかっていうのを今試してるところなわけですけども、そうですね、意外とならないねってなったらですね、はい、別にドル高が進まない可能性も出てくるかなと思いますね、はい、これは初動の反応ですので、またこれニューヨークマーケットクローズするまでどうなるかっていうのを見ていかないといけないと。金利の大きなポイントですね、特に。そうですね、金利、長期金利この間 4.8 何パーセントとかまで上昇してるじゃないですか、はい、だからこの数字を受けて 4.9% を超えてくるか、この間 の10年債利回りの高値を更新してくるかどうかっていうのが注目ですね、大きなポイントになると思いますね、はい。ただ気になるのは今週火曜日も、ドルと求人件数が発表になった後、ドル円同じようにこう上がったところから謎の急落がありましたので、そうですね、なんかこういろいろとカウンターアタック的に言うと逆にいいかもしれないですね、思惑がいろいろね、何かが入ってくるかもしれないので、あんまり高値で飛び乗りたくはないですね。そうですね、とにかく金利を見てっていうところだと思いますよ、はい、他の通貨はいかがですか、はい、ユーロドルを見てみましょうね。よいしょ、
ドル高になった。このままだと12週連続陰線ですよ。なっちゃう可能性があるんですかね。1.05 を割れそうなところまで来てますからね。はい、せっかくねもう一息で要点っていうところまで来てたんですけどもね、あんな30万人っていう数字見せられると。前回も数字も、18.7 万人だったものが、22.7 万人に上方修正されてるんですね。まあ、それもね結局あの GDP Now の 5% 成長みたいなことからすると、うん、まあ、そんなもんなんだねって思うんですけれども、はい、でももう次のステージにこう変わろうとしてるわけだから、はい、果たしてこれがどこまでねあの材料視されるのかどうかっていうのは、うん、今日のニューヨークマーケット終わってみないと分かんないなっていうところありますね。はい、ユーロドルが下がって、そしてあの最近メキシコペソすごい下がったんですよね。そうです、ね、こっちはやっぱり下がってる。あ、本当だ、株が下がってんだきっと。株先が下がってんだ。ダウ CFD 一気に下がってるという書き込みがございますね。はい、金利上昇を嫌気する形であのまたちょっとリスクオフみたいな動きになってきてるのかもしれないですね。そうするとクロス円下がってるんでしょうかね、あのユーロ円とか。そうですね、ちょっと見てみましょう、うん、あ、下がってますね。そうですね、はい、まあ、あの素直に金利上昇を嫌気したあのリスクオフ、はい、株安に反応して、ただ為替はとりあえず金利上昇の方に反応してドル買いで、うん、あの動いていると、はい、あとそれがどれだけ続くかっていうところですよね。そうですね、日本の通貨当局も連日為替市場に牽制発言を行っているところですので、ここで飛び乗るのはやや私は怖いなと思ってはいるんですけれども、上がるねえ、損切りしてる人いるのかな、あの売りの金利が上がってんじゃないですか。金利が上がるとやっぱりアルゴで買っちゃうんですね、でまだこの辺までは分かんないですよね、うん、結局はそのあの火曜日つけた150円の10銭ぐらいでしたっけ、はい、今これ私目が悪いですけど、はい、今でねあの149円の3040とかそんな感じなんですよ。そんな感じなんですね。だからまだ、じゃあまだ、うん、あの149円の半ばを超えてないんですね。うん、じゃあ今週の高値でまだ到達してないので、はい、あのポイントになるのは繰り返しになりますけれども、150円の大台をもう一回超えられるかどうかという、そうですね、でそのためにはやっぱり手がかり材料がなきゃダメなので、うん、はい、その手がかり材料になるのはおそらく10年債利回りがこの間の高値あの 4.8 何パーセントっていうのを超えて 5% を目指す動きになるのかどうかというところだと思いますけどもね。はい、いや、まあ、それにしても予想のなんか倍近い非農業部門雇用者数っていう数字にやっぱりちょっと大きく反応が、それはそうですよ ね30万人超えちゃうとね、これは強い、アメリカはやっぱ強いっていうことになっちゃいますね、うん、ただ、うん、あのそういうそれを受けた金利上昇があの先行きのやっぱり景気減速をもたらすっていうのはあのアメリカの金利って去年のプライスパターンと結構似てるんですよ、はい、去年も8月7月の後半から、うん、あの10月11月にかけて、はい、やっぱり去年なんて今年4日も 1.5% とか10年債利回りがあるんですよ。あ、そんなに上がる、うん、その反動で11月以降は金利は結構下がるんですね、急低下、うん、だからプライスパターンはすごく似てて、うん、あの違いは水準なんですよ。うん、結局去年は 4% を超えてね 4.23% ぐらいのところで金利上昇一巡したわけですけれども、はい、今回はそこをあのしっかり超えちゃって 5% を目指すようになってるわけで、であの今回の上昇もやっぱり7月以降加速している。でなおかつあの7月末、そっか9月末の FOMC でさらに加速してるんですよね。はい、だから、まあ、そこは違うんですけれども、去年のプライスパターン通りだったらもうそろそろ10月11月に、はい、あのトップを打つと、はい、ピークアウトするっていう金利がですよ、うん、はい、いうことになると思うんですけれども、うん、なかなかねそれにこういいきっかけが来ないわけですよ。そうです ね今10年金利 4.84% ぐらいですという書き込みがあります。 4.8、結構この回の高値って 4.88 とかそうなんじゃないですか、ね、そうですね、あのザラバとかだとね、はい、ザラバでも 4.9 は超えてないと思いますので、超えてないですね、まだね。今日のだからじゃないですか、まだ今時間外の
時間外ですね、段階でしょうから10時半からですかね、はい、そうなった時に、まあ、ニューヨークマーケットが現物市場でどう動くのかというところがポイントになってくるかと思います。僕は今日お話したみたいに、最近本来はドル円って株にそろそろ連動する局面に来てるんじゃないかなと思ってるんですよ。景気の先行指標としては株の方が意味があるの で金利はどっちかというと今はきっかけになって、景気 のきっかけになっているので、景気金利に反応してドル買いよりも株安だったら、いずれはその株安に反応してドル売りみたいになってくる、はい、それぐらいに転換するね、はい、局面に来てるんじゃないかなと思ってますけれども、はい、ちょっと上値重くなってきたみたいですもんね。まあ、一旦リングってるって感じじゃないですかね。はい、さてそろそろお時間となってしまいました、質問にお答えするお時間あまりなかったので、このご質問に関しましては、はい、吉田さんのツイッターで、ツイッターじゃないんだ今 X で回答していただけるということですので、ちょうど月曜日祝日で連休ですから、そうですね、はい、祝日の朝とかってなんか祝日中、朝じゃなくても祝日ってなんかやっぱちょっとこう流動性下がってる時って怖いですね。そうですね、何かあるかもっていう。そうですね、はい、特に今日の動き次第でね、動き次第では、うん、はい、3連休ということになりますので、祝日だからといって、ちょっと安心しないでください。為替市場って祝日も動いてますので、そういう時こそすごく動いたりしますもんね。そうですね、はい、まあ、こうやって月例 のこのセミナーでたっぷりお話してますけれども、局面がまた随時変わってくると思いますの で今日一貫してお話してるみたいに、やっぱり重要な転換点が近づいていると思ってますので、セミナー以外の情報発信、それこそツイート X も含めてですね、はい、しっかり情報発信していきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、そして、ただいまからアンケートを実施させていただきます。今後の参考にさせていただきますので、皆さんぜひアンケートにご記入のご協力よろしくお願いいたします。そしてこの続きは皆さん吉田さんの X、フォローしていただいてご覧いただければと思います。吉田さん、今夜も貴重な解説ありがとうございました。ありがとうございます。そして皆様、長い時間お付き合い誠にありがとうございました。